皆様こんばんは。本日はガイタメ .com のオンラインセミナー生中継だよ米雇用統計にご参加いただきましてありがとうございます。セミナー開始に先立ちましてガイタメ .com からのお知らせです。ガイタメ .com では口座開設キャッシュバックキャンペーンを実施しております。対象期間中に外貨ネクストネオをご開設の上、新規注文の取引量に応じて最大3万円キャッシュバックいたします。当社で初めて口座を開設するお客様がキャンペーンの対象となります。ぜひご利用ください。続きまして、上限なしキャッシュバックキャンペーンのご案内です。こちらは対象期間中の外貨ネクストネオにおける指定通貨ペアの新規取引数量1000ロットごとにキャッシュバックするものとなっております。取引回数の上限はございませんので、お取引すればするほどキャッシュバック金額も上限なく増大いたします。この機会にぜひお試しください。先ほどの口座開設キャッシュバックキャンペーンと合わせますとかなりお得となっております。詳細はガイタメ .com ホームページでご確認ください。それでは大変お待たせいたしました。生中継だよ米雇用統計スタートです。皆様こんばんは、佐藤真理恵です。ガイタメ .com 総研より生中継だよ米雇用統計をお届けしてまいります。最近はアメリカの動きが気になってなかなか夜寝つけないなんていう方も多いのではないでしょうか。この番組では生中継の良さを生かしまして、皆様からのチャットやご質問にどんどんお答えしていきたいと思いますので、今回もどうぞよろしくお付き合いください。さて、当番組では毎回アメリカの雇用統計について前回のおさらい、今回の見どころや直前のテクニカル分析などを交えながら、発表時の取引のポイントなどを確認してまいります。ご質問があります方は画面右側の質問ボタンをクリックしてどんどん投稿してください。お待ちいたしております。解説はおなじみガイタメ .com 総研の神田調査部長です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、神田です。よろしくお願いいたします。なんか非常に寒い日が続いてまして、ね、なんかあの世の中インフルエンザが大流行してるらしくて、皆さん大丈夫ですかね。ねえ、本当ね、あの手洗いうがいなどをきちっとして ね、あの元気に過ごしていただきたいと思いますが、まあ、もうすぐ春が来るんじゃないかと思うんですが、なかなか来ないっていうところですもんね。はいはい、市場の方も固まってほしいですよね。そうですね。はい、また本日はですね、JP モルガンチェイス銀行の田瀬淳也さんをお迎えいたしまして、トランプ新大統領となったアメリカ経済の先行きなどについてじっくりとお話を伺ってまいります。そして番組の最後にはプレゼントのお知らせもございます。アンケートにご回答いただきますと、抽選でアマゾンギフト券1000円分、そして2月8日に発売になりますガイタメ総研竹中平蔵理事の新著小ブロンのプレゼントいたします。どうぞお楽しみになさってください。また米雇用統計発表の際なんですが、皆様の通信環境に応じて画面と発表時刻に微妙なタイムラグが発生する可能性がございます。お取引される際にはセミナー画面だけではなく、お手持ちの時計およびチャート画面にご注目いただきますようお願いいたします。それでは前置きが長くなりましたが、まずは前回の雇用統計とその際のドル円相場についてざっくりと振り返ってまいりましょう。神田さん、よろしくお願いいたします。はい、ですね、まずこちらのこの右側12月と書いてあるところですね。はい、失業率の方は 4.7%、うん、非農業部門雇用者数は15万6千人増、うん、労働参加率 62.7%、 不完全雇用率 9.2%、 平均時給は前月比で 0.4%、 ここに書いてありませんけど、平均時給の前年比は 2.9% という伸びでした。はい、それぞれちょっと見ていきますと、非農業部門雇用者数の15万6千人増というのはですね、市場予想が17万5千人増でしたから、ちょっと足りなかったというところです。そして、失業率は、予想通りなんですが、11月は 4.6% でしたので 0.1% 悪化したという形です。そして平均時給に関しては、まあ、前月比前年比ともに予想を上回って、まあ特にその前年比の 2.9% っていうのは2009年6月以来7年半ぶりの伸びと、非常に賃金増が目立った月だったかなということで、はい、こういう形でドル円相場、上昇しています。まあ
非農業部門雇用者数が予想に届かなかったので一瞬この下ヒゲが伸びたんですが、はい、その後やはり平均賃金、ここの伸びを確認して、116円台後半へ、そして、この日のクローズの間際には117円台も回復しているという動きだったかと思いますね、はい。ここのところ完全雇用と言われていますから平均時給がやはり注目を集めていますよね。そうですね、雇用者数自体はもうそれほど、うん、伸びなくても、はい、当然だというムードになってきてますんで、うん、まあ、であればどこに注目するかっていう形でやはりインフレにつながるその賃金のところですね、はい、この伸びがどうかっていうところが、まあ、市場の焦点になってきてる感じはあります、うん、だから今日もやはりそこが注目点になるのかなと、はい、引き続き注目ということですね、はい。そして今回の市場予想値をご紹介したいと思います、はいはい、そうですね、こちらの先ほどの画面の、はい、この、この1月のですね、ここ予想の部分です、はい、失業率は前月12月と横ばいの 4.7%、 非農業部門雇用者数は、まあ、若干伸びて18万人増、そして労働参加率、不完全雇用率に関しては予想値がありませんで、平均時給に関しては前月比が 0.3% 増、前年比は 2.8% 増という予想になっています、はい。まあ、これはですね、まずまずの内容かとも思うんですが、うん、まあ、ちょっとこの先行指標の一覧ですね、こうやって出してみると一番、この右に、ですね、前月比って書いてありますけど全て丸がついてるんですね、はい、つまり今12月より全部改善してるという感じでして、はい、特にやはりこの注目していただきたいのは新規失業保険の申請件数、これ4週平均で24万8千件まで減少してますんで、はい、これ実は43年2ヶ月ぶりっていう、非常に、まあ、かろうじて私がまだ生きてたかな、もう生まれてたかなっていうぐらい、まあ、そんなこともないですけど、それぐらいの昔、はい、以来の高水準と低水準ということですよね、はい、という感じに改善しています、うん、やはり今回の雇用統計もそれなりに強く出そうな雰囲気が感じられるこの先行指標ということになっています、はい、なので、まあ、改めてもう一度この市場予想を見ていただくと、やっぱり失業率 4.7% はともかく非農業部門雇用者数18万人、まあ、もう少し強くてもいいのかなっていうぐらいのところですよね。ただやっぱり、はい、市場の関心は平均時給に向かっているので、ここがどうなるかっていうところだと思います。そして今回特に ADP の結果が異常に良かったのが注目を集めていますけれども、そうですね、はい、さっきちょっとね先行指標で見ていただきましたけども、はい、ADP はなんと24万6千人増と、これも実は半年ぶりの高水準でしたですね、はい、で ADP の雇用統計というのは、まあ、民間部門 の、うん、その調査なんですけど、はい、ね、で、まあ、雇用統計とほぼ同じ調査手法で、統計を取っているので雇用統計に近い数字が出るんじゃないかと期待されてたんですが、なんかあまりマーケットではこう信用力がなくてですね、雇用統計の前哨戦という割にはあんまり雇用統計とこう相関がないねと言われてたんですが、はい、最近昨年1年間のですね、結果をちょっとこうやって並べてみると、お実は結構、はい、傾向が、そうですね、そうなんです似通った動きをしてますもんね。そうですね、5月に非常に少なくて、まあ、6月に急激に回復した動きですとか、まあ、その他もこう動きを見てみると、この青い非農業部門雇用者数とオレンジの ADP がほぼこう同じ形でね、若干ばらつきはありますけれども、はい、同じ形で動いてます。そうなるとやはりADP が24万6千人増だったっていうのは、うん、今日の雇用統計にも非常に心強いデータかなと。そうですね、まあ、今回の雇用統計も期待できそうな感じがいたしますよ ね、 はい、わかりました、では神田さんには少しお休みいただきまして、ここからは川端さんに雇用統計発表前のテクニカル分析をお願いしたいと思います。川端さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、では今日はドル円を見ていきたいと思います。はい、はい、そうですね、じゃあこちらの方をご覧ください。
足元の動きを振り返っていただきますと、こちらは、日足のチャートなんですけれども、1月3日にこの118円台乗せたんつけたんですけれども、直近のこの12月の高値を超えられずにこう失速という展開が続いておりますと。で、昨日にそうですね、約2ヶ月ぶり安値ということで112円の0.57まで、下げてきておりますと。まあ、こういった、軟調な推移続いている中で、来ております。で、こちらですね、あと一目の方、こちら均衡表をご覧いただきますと、このように綺麗に、そうですね、やっぱりちょっと下向きの流れがちょっとできつつあるというところが現時点の立ち位置ではないかと思われますので、はい、今日は下値の目処から見ていきたいと思います。はいはい。現在レートで、雇用統計を迎えたと仮定しますと、まず第一の目処としてちょっと分かりにくいかもしれないんですけれども、こちらのちょっと時間足の方になります。本日はそうですね、今日はちょっといろいろ乱高下あったんですけれども、午後にこう急騰した後の戻りの安値というのが112円の907にありますので、はい、まずはこの辺りが一つポイントとなりそうですと。はい。で、ここを抜けていきますと、次の目処ということですと、ちょっとこちらですね、画面変わりますけれども足元ですと失礼しました、75日の移動平均線、これが112円の349にありますので、この辺りがまずポイントですと。この線につきまして、特に昨年ですね、昨年の前半から半ばにかけてはやはり下値支持とか上値抵抗ということで、こう攻防の分岐点になる場面が何度かありましたので、はい、引き続き、注目の線といえます。で、もしこの線を割ってしまうようですと、昨日の線、この112.057ですね、この辺りに向けて下を押すことが予想されます。はいはい。じゃ、反対に上値の目処について見ていきたいと思いますけれども、はい、ちょっとまた画面変わりますけれども、こちらそうですね、一目均衡表でいきますと、まずはこの転換線113円715がありますので、まずはこの辺りが第一の目処となりそうです。で、次の目処ということですと、ちょっと画面の方変わりますが、20日の移動平均線、現時点では114円の135にありますので、ちょうど足元の動き見ても20日の移動平均線、やはり頭を押さえられている格好となりますので、この辺りが、ターゲットとなりそうです。で、もし20日線を超えていけるのであれば、もうちょっと上値打ち広がっていきそうなんですけれども、あまり、そうですね、実を言いますと、主だったものが見当たりません。一目均衡表でご覧いただきましても、基準線ですと、1円ほど上ということになりますので、113円の50銭とか115円ちょうどといった、節目あたりを試しながら上値を模索することになりそうです。はい。なるほど。ちなみに前回ですね、はい、トランプ大統領就任の1月20日のドル円レート予想を113円80銭とされていましたけれども、はい、振り返るとどうだったんでしょうか。はい、そうですね、こちらそうですね、ちょっとチャートをご覧いただきながら話したいと思います。はい、足元そうですね、ちょうどこの時がそうですね、この日の時がそうですね、雇用統計の日でしたと。うん。で、その後、終値は、そうですね、ちょうどこの辺りでした、ここですよね。はい。ということ、あ、失礼しました。ね、この辺りですね。うん。トランプ大統領の、前日の時に、1回112円台半ばまで下げたんですけど、その後、114円台まで結構切り返してしまったということで、ちょっとそうですね、値段ぴったりということにはならなかったんですけど、方向的に下げるという方向はあってたので、そこのところは当たったのかなというふうにも思います。そうですね。はい、正直予想を聞いたときは、そんなに下がるのとびっくりしたんですけれども、方向感ぴったりでしたね。そうですね。はい、できればもうちょっと値段も近づけたかったところでありますけれども、まずは方向感は当たったかなと思います。はい。では今回はですね、2月末の、ドル円相場はどうなるのか、フリップに書いていただきましたので、はい、ぜひご紹介ください。はい。2月末ということですと、こちらですね、はい、112円の30銭を、そうですね、一つ目処に上げたいと思います。はい、その心は、はい。はい。そうですね、こちらの画面の方で今一目均衡表をご覧いただいているんですけれども、はい、そうですね、雲の上限も終わりましたと。転換線基準線というのもすでに下抜けてますということで、形的にはやはり、この雲の下限に向かっていく可能性があるというのが現時点の立ち位置ではないかと思います。なるほど。で、その雲の下限についてなんですけれども、現時点で足元そうですね、110円付近なんですけれども、月末にかけてこう少しずつこう競り上がってまいります。これが28日時点ですと、112円の34銭付近ということになりますので、はい、このあたりがそうですね、月末の、一つポイントになりそうなレベルなのかなというふうに見ております。なるほど。はい、分かりました。ぜひ皆様ご参照ください。蒲田さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。それでは、続いては本日オンラインでご参加の皆様にアンケートを行ってまいりたいと思います。画面のボタンをクリックしてお答えください。ではまず1問目です。
今トレードするならドル円を買いますか売りますかというご質問です。ドルロング買い、ドルショート売り、そして様子見のいずれかを選択してください。はい、ということで、あ、もうすぐ出てまいりましたね。買いが 53%、 売りが 18%、 19% をうろちょろしているということですが、そうですね、やっぱり買いが多いですね。やっぱりそうなんですね。個人投資家ドルロングが非常に多いという感じですかね。はい、買い多いですよね。そうですね、はい、では引き続き2問目に参りたいと思います。2問目のご質問は、今日の雇用統計は予想よりいいと思いますか、悪いと思いますか、それともまちまちでしょうかというご質問です。今日の雇用統計の予想です。結果が出てまいりましたね。いいという方がやっぱり多いですね。66% いいという方が多いです。まあ、先ほどのね、ちょっとご紹介した先行指標、あれだけやっぱり内容がいいと、ね、どうしても期待はしてしまいますよね。そうですね、はい。では3問目に参ります。3問目は、2月末のドル円相場は現在よりも上昇でしょうか、下落でしょうか、それとも横ばいでしょうかというご質問です。まあね、先ほど川端さんにも予測いただきましたけれども、うん、皆さんのお気持ち的にはどうでしょうか。はい、あ、結果出てまいりましたね。上昇が 24%、まあ、下落という方が多いですね、 57%、はい、面白いですよね。ドルロングなのに下がりそうだという人の方が多いですね。ちょっとこう矛盾しているような感じもしますけれども、それだけちょっと今の相場難しいと、ね、もう言えますよね。はい、ちなみにですね、前回のアンケートでお聞きいたしました、トランプ氏就任の際のネクタイの色ですが赤でしたね。回答率が最も高い 66% の方が当たりでした。おめでとうございます。まあ、テーマカラーというかね、はい、もういつもなんかあのイメージとしてはもうなんかいつも赤いネクタイ締めてらっしゃるように見えますよね。はい、それではお待たせいたしました。ここでスペシャルゲスト、 JP モルガンチェース銀行の田瀬淳也さんにご登場いただきましょう。どうぞ。こんばんは、よろしくお願いいたします。遅くにすいません、よろしくお願いいたします。お忙しい中ありがとうございます。では早速いろいろと伺っていきたいと思うんですが、大統領就任からですね、まあ、2週間という中、ここまでのトランプ相場、ズバリどのようにご覧になっていますか。まあ、あの去年と全然違う展開になっているというところが、まあ、一つ特徴的かなと思いますね。はい、まあ、ある意味では金利対あの保護主義というような感じで、まあ、昨年はですね、あの大統領選挙の後は意外にその保護主義的なことを言わなかったので、まあ、財政に対する期待であるとか、まあ、そういった部分で金利が上昇して、まあ、金利とドルの相関も強くてですね、ドル全面高だったんですが、まあ、今年に入ってからはちょっとその保護主義的な動きであるとか、まあ、あるいはそのドル高牽制発言ですね、まあ、こういうのが出てきて、そちらの影響の方が強くなってますので、アメリカの金利はほぼ年初来フラットなんですけれども、それでもドルが全面安というような形になって金利との相関が崩れてますね。まあ、なのでそのまた金利相場に戻るのか、まあ、あるいはその保護主義ドル高牽制で金利との相関が崩れた状況が続くのかというあたりが、まあ、今後の焦点ということになってくるかと思います。はい、もう本当トランプさんの発言と、そして大統領令でも世界中が右往左往しているような状態ですよね。そうですね。はい、ではですね、続いては神田さんと一緒に皆様からのご質問にお答えいただきたいと思います。たくさん、ね、ご質問があの来ているので、なるべく一つでも多くのご質問をご紹介したいと思うんですが、じゃあこちらのご質問いきましょうかね。アメリカの雇用環境はすでに完全雇用に近い中で、先日トランプ政権下入国規制をめぐって米国内で混乱が起きています。仮に今後入国規制など強硬な政策を取っていく場合、雇用環境の改善にリスクはないでしょうかというご質問です。こちらいかがでしょうか。まあ、ここのところはちょっと何とも読めない部分ですよね。まあ、ただ、あの結局大統領令出したんですけれども、まあ、いろいろ当然不都合が生じてきて、はい、まあ、あのその都度ですね、まあ、修正というか、
例外条項みたいなのを作って来ていますので、まあ、そんなに大きな影響は当面は予想されないんじゃないかなというようには思っています。なんかトランプ大統領ご自身でなんかつぶやいてましたけど、実際に入国拒否されたのは十何人だというようなことをおっしゃってましたよね。そうですね、まあ、このぐらいで止まっていればそんなに大きな影響はないと思うんですが、まあ、今後本当にどこまでこの広げるつもりなのかというところはちょっと心配ですけどね。なんかね、トランプさんのようなあんなこうジャイアン的なやり方ってそんなに長続きするのかなってちょっと思っちゃうんですけれども、そうですね、はい、まあ、やはりいろいろなことは大統領令で出てきていますけれども、はい、じゃあどこまでまあ実現可能なのかというと、その言ったことが全部実現するわけでは当然ないわけですよね、まあ、例えば国境税であるとかそういう税金の話は、まあ、これは結局大統領だけでは決まらなくて議会の話になりますし、まあ、また大統領令をその最高裁というか、まあ、司法で否定することもまあできますので、まあ、結局そのまあ、いろいろ出すことはできるんですけれども、まあ、それの実現可能性という部分ではそんなに高くはないというところもありますから、はい、まあ、今後徐々にそういったところが明らかになっていくんじゃないかと思いますけどね。なるほど、では続いてのご質問に参ります。続いてはこちら、これは結構皆さん気になるんじゃないでしょうかね。雇用統計が良くてもトランプさんの円安批判がある限り円安はないのではないでしょうかというご質問です。こちらいかがですか？それはその通りだと思いますね、うん、まあ、イメージしているのは1990年代前半の動きで、はい、まあ、当時その日米自動車摩擦がありまして、うん、まあ、アメリカの当局がですね、まあ、ドル安円高誘導を積極的に行ったと、まあ、そういった中で、実は当時アメリカの金利って結構上がっていてですね、1994年の2月からフェドが利上げに入りまして、アメリカの金利上がって日米の金利差はかなり大きく拡大したんですが、まあ、ドル円は急落したということで、まあ、金利と為替の相関が全くなかったわけですよね。まあ、なのでその政治主導の相場展開になってしまうと金利が関係なくなるというようなことは、まあ、十分に想定できると思いますね。ということは、ね、来週2月10日でしたっけ、はい、日米首脳会談が行われますけれども、はい、そこで、はい、まあ、おそらく自動車の話に絡んで為替の議題というのはかなり、ね、交わされると思うんですけども、はい、やっぱりそういう圧力ってかかりそうなんですかね。可能性は高いと思いますね、うん、結局その今回もともとは自動車の話だったんですね、うんうん、でそれで為替の話が出てきて、まあ、結局そのアメリカの自動車業界では、まあ、貿易障壁というのが為替だと、まあ、要はそのドルが高すぎて、まあ、対日であれば円が弱すぎるので、まあ、日本にそのアメリカ車が売れないというのが、まあ、見方として根強いみたいなんですよね。で、まあ、ね、日本のユーザーに言わせると多分そんなわけねえだろうという声が非常に多いんですけどね。で、まあ、いろいろ経済協力ということでパッケージが出されるんですが、まあ、アメリカのインフラ投資とかシェールガスの購入とかで結局自動車はないんですよね、うん、で、まあ、日本の輸入車に対する関税って今ゼロですから、うん、まあ、自動車業界としてできることって結局あまりなくて、でだとすると、まあ、それだけではアメリカの自動車業界の不満を鎮めることはできない、うん、となるとやっぱり為替に行かざるを得ないというようなことは十分想定できますね、うん。日米首脳会談に向けて提案する日本の原案というものがすごいプレゼントだなと思ったんですけれども、 そうですね、それについてはいかがですか？うん、まあ、あれ自体はこう、はい、かなり額も大きいですし、うん、まあ、大きいんですが、まあ、ただそれで説得できるのかどうかというところで、うん、まあ、自動車業界の不満をそらすためにちょっと別のお土産を持っていこうっていう趣旨なんですかね、うん、そうですね。確か4500億ドルで雇用70万人分っていうようなことをおっしゃってましたよね、はい、うん、まあね、そのあたりもその日米首脳会談でどうなるのかということで、うん、非常に、まあ、そこまではこうちょっと取引がしづらいような状況でしょうかね、うん、そうですね、まあ、それまでいろいろ報道も出てくると思いますし、うん、まあ、ただ日米首脳会談で、まあ、為替がですね、まあ、これだけ動きそうというか、うん、まあ、それ自体が材料視されるというのもちょっと記憶にないぐらいではありますけどね、うん、でですね、ちょっとこれ私もごめんなさい、わからないんですけど、ご質問が来てるんですけど、その10日の会談っていうのは、はい、日本時間何時頃からってお分かりになりますか？結果が報道され始めるのは何時くらいからでしょうかねっていう話なんですけど、なんか情報ってお持ちですか？まだわからない、まだ見てないですよね。そうですよね。
まあ、ただ金曜日にあって結局ワシントン DC でありますから、ってことはやっぱり月曜日、まあ、動くとすれば月曜日なのかなという気はします。で、まあ、翌日にあのフロリダでゴルフなんですね、あれもあるようですので、まあそこで何かその出てくる可能性もありますからね。そうするとやっぱり週末の間のニュースに注意という感じですよね。ゴルフもね、なんかわざと勝たせてあげるのかなって思っちゃいますが、はい、真面目にやってもトランプさんがものすごく上手なので勝てないらしいという話ですね。なるほど。では続いてのご質問に参りましょう。続いては、こちら3月の利上げの可能性はありますかというご質問です。まあ可能性としてはありますけれども、まあ、現時点では6月なのかなというところです。まあ、前回 の、 その FOMC の声明でですね、はい、景気見通し、インフレ見通しは、まあ、若干上方修正というような形ではあったんですが、まあ、その他の部分はほとんど変化がなかったですので、まあ、今後の経済指標次第ということになるんだと思います。まあ、今日の雇用統計も含めて、まあ、今後出てくる経済指標がまあ強いものが続けば、まあ、3月の利上げの可能性も高まってくるかとは思いますけれども、まあ、今のところはあまり利上げを急いでいるような感じはないのかなというところですね。最初年3回というふうに言っていましたよね。そうですね、まあ、我々の予想ではその年2回がまあメインで、うん、はい、まあ、ただアメリカの景気次第では3回もあり得ると、まあ、そういった感じですね、うん、なるほど、分かりました。まあ、そこも多分トランプさんのね、実際 の、 その政策がどういう形で出てくるのか、年後半に本当にそのインフレが加速していくような政策が出てくるのかどうかっていうのがかかってるんじゃないかと思うんですよね。そうですね、そうですね、本当もうトランプさん次第ということですね。まあ、良くも悪くもっていう感じがしてきましたね。わかりました。では続いてのご質問に参りましょう。本当ね、今日たくさんご質問いただいているので全部紹介しきれないかもしれないんですが、続いてはもしもですが、トランプ大統領が何らかの理由で辞任や事故などで辞めることが起きたとき、ドル安もしくはドル高どちらだと思いますか。そうですね、そんなことありますか。まあ、歴史的にもあまりなかったことなので、その事例がなくて予想は難しいですけどね。まあ、ただとりあえず今の流れというか、まあ、少なくともここまで大統領選挙の後ですね、まあ、株価はずっと堅調でリスクオンの流れでどちらかといえば来ているわけですよね。まあ、そこで非常に不透明になってしまうということなので、まあ、やっぱり一旦はリスクオフの流れというような形で、まあ、ただ難しくて、リスクオフの時ってまあドルが買われることもあるし売られる時もあるというようなところですので、まあ、そこは若干難しいんですが、おそらく円は買われるので、まあ、ドル円ということで言えば下がると思いますね。やっぱり大統領選の時の反応のように、うん、瞬間下がってもまた上がるとか、うん、その乱高下みたいな動きが強まるんじゃないかなっていう気はしますよね。リスクオフの動きを取って円が買われるということですね。はい、ではもう一つぐらい質問をご紹介しましょうか。そうですね、ごめんなさいね。では続いては、雇用関連ではイエレンさんと大統領は一致していると考えてよいのでしょうか。また不一致がはっきり分かっていることはあるのでしょうかというご質問です。こちらについてはいかがですか。まあ、もともとトランプさんはそのイエレンさんを、まあ、辞めさせるようなことも言ってたわけなんですが、まあ、金融政策に関してはですね、特段材料は出てきてないですので、まあ、何かそのフェドと、アメリカの政権の間で、まあ、その大きな、なんか意見の不一致があるというような感じは今のところはしないですけどね。ああ、そうですか。ありました。もう一つね、来てます、はい、最後ちょっといいですか。はい、トランプ大統領は、まあ、2000万人雇用を増やすと言ってるようですが可能でしょうか。まあ、確か10年で2500万人とおっしゃってたと思うんですけど、さあ今の状態で2500万人さらに、増やせるでしょうか。1ヶ月あたり20万8000人ぐらいの計算になるんですかね。
まあ、あの結論から申し上げれば難しいと思いますね。まあ、結局その今の、アメリカの潜在成長率は下がってしまってますので、まあ、当然その雇用の増加ペース、まあ、それと整合的な雇用の増加ペースというのも相当下がっていると、まあ、多分10万から15万の間ぐらいなんじゃないかと思うんですが、まあ、だとすると、まあ、潜在成長率を相当上げないと、まあ、その目標というのは達成できないということで、まあ、残念ながらそのトランプさんが主張しているもろもろのですね、施策の中にアメリカの潜在成長率を高めるようなものってあんまりないんですよね。まあ、だとすると全て の, その 政策が実現すると、まあ、それ自体可能性低いと思いますけれども、まあ、だとしてもなかなか、2000万人というのは厳しいんじゃないかなと思いますね。なか前途は多難なような気はしますが、果たしてどうなることやら、うん、そうですね、うん、はい、まあ、そうこうしているうちにですね、はい、だんだんと発表時間が近づいてきたんですが、2分を切ってきましたね。はい、田瀬さんはちなみに今回の雇用統計はどのように予想されていますか？JP モルガン若干強めの予想で、非農業部門雇用者数がプラス20万人、で、まあ、こっちの方が多分重要だと思うんですけれども、平均時給をプラス 0.5 ということで、まあ、今回いくつかの州でですね、最低賃金の引き上げがあったので、それが結構効くんじゃないかというように思っています。そうすると形の上では2ヶ月連続かなり強めの伸びっていう話、ね、そうですね、そうですね、はい、発表後の為替相場については皆様と共に見守りたいと思います。なおインターネットを使った映像配信を行っていますので、受講されている皆様へは少し時間が遅れて映像配信されます。雇用統計結果を受けた為替変動につきましては、ぜひ皆様のパソコンのレート、そしてチャートでご確認いただきたいと思います。では直前なんですが、事前予想のおさらいをしておきましょうか。はい、失業率が、はい、失業率は 4.7%、はい、非農業部門雇用者数は18万人の増加、うん、平均時給は 0.3% 増、これが前月比の予想ですね。で、前年比では 2.7% 増ですか、うん、2.7% 増になってますね、はい、という予想になっています。はい、結果はどうなるんでしょうか。はい、皆さんの見ていらっしゃる通信状況に応じて画面はちょっとタイムラグが出てくるかと思いますので、ご注意ください。では参ります。5、4、3、2、1、0。はい、非農業部門雇用者数は22万7千人増、はい、失業率は 4.8% に悪化、うん、平均時給は 0.1% の伸びにとどまりました。うん、前年比でも 2.5% 増です。ちょっとはっきり、時給の部分が弱いのでドルが売られています。雇用者数は上回ったんです、予想以上に強かったんですが、はい、ちょっと失業率と、賃金の部分が弱いという結果になってしまいましたね。そうですね、まあ、ある意味ではいつも通りというか、う、ね、まあ、最初その非農業部門雇用者数に反応して、ね、まあ、その後他のものに反応するという形なんですが、です、ね、まあ、いつもより早かったです ね、まあ、最初ちょっとドル買いになったんですけども、はい、すぐに売り戻されてしまったの で、まあ、やはり利上げとの関連では平均需給が一番重要だというのは多分その、うん、マーケットの見方としてはもう主流になってますので、うん、まあ、そちらの方を、重視した動きというような感じですね。チャートがかなり乱高下しましたね。瞬間ドル円が113円の40銭まで、上昇した後に112円の50銭台まで、はい、一瞬今度は90銭ぐらい急落っていう形なんですかね。今は112円台後半でも見合っています。どうですか中身、まあ、労働参加率は上昇してますんで、失業率の悪化自体はそれほど大きな問題ではなさそうですね。これはやっぱり気にしなくてもいいでしょうね。まあ、ただ平均時給がまあ前月も下方修正されてしまってますの で、まあ、ちょっとこれはまあシナリオの修正を強いられるのかなというような感じはありますけどね。思ったほど賃金が伸びていなかったよっていうことですね。そうですね。はい、皆様いかがでしたでしょうか。それではですね、引き続き田瀬さんにご質問がたくさんお寄せいただいているので、ご紹介してまいりたいと思います。では新しい質問まいりましょうかね。今日の指値オペについてご解説くださいというご質問です。はい、
まずね、経緯からじゃあその朝10時10分、ね、日銀が、はい、定例のオペを行ったんですが、はい、まあ、ここで、金融調節で、増やしたのは400億円そうですね、増額したっていう、ね、あの予定4100億で4500だったんですが、はい、まあ、あの増やしたということで金利を下げたい意向ではあったんですけれども、はい、まあ、マーケットはそれには満足しなくて、 まあ、それが出た瞬間にもう JGB が売られてですね、金利がかなり上昇したと、まあ、0.15% ぐらいまであの一時上昇したというところで、まあ、それを受けての日銀の動きというのが、まあ、お昼ごろにあって、まあ、指値オペで、一気に押し下げたと、まあ、そういった形ですね。本来は2時に通告するはずのものを、そうですね、今回はイレギュラーで、うん、12時半という非常にその微妙な時間に発表したんですよね。まあ、ある意味では日銀 の、 そのイールドカーブコントロール、まあ、長期金利のターゲットを、まあ、0% 金棒というのを、はい、維持するというか守る、ね、コミットメントの強さを示したんですが、まあ、これ金利から言えばですね、まあ、ドル円の上昇方向、まあ、日本の金利が上がらないということですので、まあ、円安要因にも見えるんですが、まあ、ややですね、足元の状況を勘案するとトリッキーで、まあ、というのは結局トランプさんなんですよね。トランプさんが、まあ、そのドルが高すぎるというようなことを言っている。で、まあ、日本がその円安誘導をしているというようなことを言っていて、まあ、その中でも何かその日銀の、量的緩和、まあ、金融緩和が、まあ、その円を押し下げていることを批判しているようにも受け取れるようなコメントをしています。まあ、だとすると、まあ、今日の動きというのはまさしく円安誘導だということになりますので、まあ、その批判を強める口実をあえて与えてしまったようなことにもなりかねないというところでですね、まあ、今後そのさらにそういったトーンを強めてくるとこれ逆に円高に働くというようなこともあるかと思いますので、まあ、今後の動きとしては、まあ、トランプさんの出方次第なのかなというところですね。今日のオペなんかに関してもその来週の10日の、ね、ね、首脳会談でちょっと話題になるかもしれない、はい、話題になるとおそらく円高要因になってしまうというところでしょうね。ちょっと驚きましたよね。なんかこんな反撃するなんてちょっと思わなかったので、皆さんもねびっくりしちゃったんじゃないかなと思うんですけれども。そうですね、はい、まあ、ただ、まあ、0.1 というのが、まあ、おそらくその10年金利の上限だというのがなんとなくそのマーケットの参加者の間では、うん、コンセンサスになってましたので、さすがに 0.15 までいって何もしないとなると、まあ、その 0% を金棒に維持するというのはどこまでその金利上昇を容認するのかということで、まあ、金融政策に対する不透明感も強まってしまいますので、なかなか、まあ、今の状況は日銀としては舵取りが難しいですよね。そうですね、はい、では続いてのご質問です。日本への輸入車は好調なのにアメリカ車だけ売れないのはなぜでしょうかというご質問です。まあ、これはなのでその関税とかの話ではないわけですよね。まあ、日本に輸入するアメリカ車に対する関税はかかりませんと。で、日本からそのアメリカに輸出する日本車に関しては乗用車 2.5% で、まあ、ピックアップトラックとかだと 25% も関税かかるわけですので、はい、まあ、そういった部分ではむしろその日本の方がオープンだということですよね。で、まあ、やはりその、まあ、企画というかですね、そのアメリカがまあその日本独自の軽自動車企画っていうのをこう批判してきたりするわけなんですが、まあ、やはりその日本のマーケットに対する、まあ、それに適した車っていうのが、まあ、あんまりないのかなというようなところなんだと思いますよね。だからなぜドイツの車は日本で売れるのに、アメリカの車が日本で売れないのかっていうところをもう少しこうアメリカの人には考えてほしいっていうのが多分日本の、ね、ユーザーの意見なんだと思うんですけどね。まさにそうですよね、はい。そのあたりも、ね、今後、ね、日米首脳会談などでどのようなお話がされるのかというのも気になるところなんですが、ではですね、じゃあ最後にもう一つ、ニュージーランドドルや豪ドルの動きはいかがでしょうか、うん、というご質問ですね。まあ、足元結構強いんですよね、うん、まあ、ただ長い目で見るとちょっとその下方リスクの方があるのかなと思っていて、まあ、いずれもその利下げが見込まれていますので、でまあ、かつそのインフレ率も堅調ということで実質金利で見るともっと下がると、なので名目金利差も多分対米で
縮まってくると思うんですが、実質金利差で見るともっとその大きく縮まるようなことが想定されますので、まあ、どっかの時点では下落基調に入ってくるんじゃないかなというようには思ってますけどね。この1月なんかはもうオセアニア通貨が完全にこう、ね、強かったんですけど、うん、今一つその理由がこうピンとこない部分があってですね、うん、まあ、ドルが弱かったっていうところはあると思うんですけど、うん、それ以外にこうオセアニアが強い理由っていうのは何があったんですかね。まあ、その正直そこまでそのコモディティっていう部分でもないですし、うん、まあ、強いて言えば中国が堅調だっていうところはあるかもしれないですよね。まあ、PMI とかを見ても、まあ、かなりその景気の底堅さっていうのは出てきていますので、まあ、やはりそのオセアニア通貨にとってはどちらかというとアメリカ経済よりも中国経済の方が重要というところもありますので、まあ、中国の堅調さに下支えされたという部分はあるでしょうし、まあ、あとはまあトランプさんがこうあれこれ言ってくる中でもグローバルの株価は堅調で、新興国自体もあんまり売られてないということで、どちらかというとリスクオンの流れになっていたというところがあるのかなと思いますね。じゃあその新興国の流れでですね、その批判のトランプさんの批判の矢面に立たされているメキシコ、うん、これ意外にメキシコペソが堅調だっていう。そうですね、まあ、トランプさんのメキシコに対するスタンスが若干軟化したというところもあったと思いますけどね。もともとはその壁を作ると、はいはい、メキシコにそのお金を払えということで強硬に出たんですけれども、まあ、ペニャニエト大統領が、はい、まあ、それを受けて、まあ、その首脳会談キャンセルというような強硬策に出て、まあ、それが国内で支持されて、でまあ、その後はちょっとトランプさんも態度を軟化させて、ね、まあ、メキシコとの関係を悪化させるつもりはあんまりないというようなことになりましたので、壁の話はもう公式の場では出さないことで合意したとかっていう報道もありましたですよね。で、まあ、あと言われている国境税に関してもやはり、まあ、よくよく考えてみるとなかなか実現するのは難しいんじゃないか、ね、まあ、そういうことですね。で、まあ、それらがないとですね、実はトランプさんが想定する世界で、まあ、新興国特にその中南米でどこが恩恵を被るかってメキシコなんですよね。トランプさんが想定している世界っていうのはアメリカファースト、アメリカが強い、ただグローバルに強くなるわけじゃないですね。他が押し下がってアメリカだけ強くなるということなので、グローバルの需要はそんなに強くならない、だとするとコモディティ価格もそんなに上がらない、でそういった状況で中南米のその貿易構造を見ると、ほとんどの国ってその輸出のほとんどがコモディティで、かつ最大の輸出先は中国なんですね。ただメキシコはコモディティに対する依存度が低くて最大の輸出先がアメリカですので、アメリカだけ強くてコモディティ価格があんまり上がらない状況では、実はメキシコはですね、恩恵を被るということもあるので、もろもろ言われているネガティブな要因が実は実現しないということであれば、まあメキシコ以外にいいんじゃないかという話にもまあなりやすいんだと思いますね。今後チャンスがあるとすれば、まあ、オセアニアよりもメキシコかな、まあ、売られすぎているという部分がありますので、少なくともそのネガティブな要因が剥げてくれば、まあ、売られすぎた分の戻しぐらいは、期待できるのかなというように思いますね。ついついアメリカに目が向きがちですけれどもね、うん、他の通貨にもやはり注目しておいた方がよろしいということですよね。そうですね、わかりました。ではですね、質問にお答えするのは以上といたしまして、突然ではありますが、本日は節分ということですので、ここで豆まきを取り行ってまいりたいと思います。それでは鬼の方どうぞお入りください。ではお願いいたします。、はい、では私外為特務総研の川端が、本日鬼を務めさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それでは、オンラインで受講されている皆様にとって、そして個人投資家の皆様にとって、災いのない1年になりますように心を込めて投げさせていただきたいと思います。はい、では参ります。鬼は外、福は内、鬼は外、福は内。では一言お願いします。はい、まあ、今年も無事豆まきは終了しました。これで皆様の役が、払われたと思います。それでは、失礼いたします。はい、川田さんどうもありがとうございました。なお今回使用した鬼のお面につきましては、抽選で1名様にプレゼントさせていただきます。詳しくはガイタベ .com 公式ツイッターをご確認ください。また落花生につきましては後ほどスタッフで美味しくいただきたいと思います。
それではお時間になりました、今回の番組いかがでしたでしょうか、それではですねここでプレゼントなどいくつかお知らせがございます。はじめに2月のおすすめセミナーをご紹介したいと思います。2月23日に本日ゲストの田瀬さんによりますセミナー、主要先進国新興国通貨の現状と見通しが開催されます。こちらはどのようなお話をいただけるんでしょうか。そうですね、まだちょっと時間がありますので、その時に、どのような感じにアメリカの政治がなっているのかというのが、分からないので、いずれにしてもそのアメリカの政治状況と、それのその為替の影響というのは主な議題にはなると思います。で、ただアメリカだけではなくて3月にはオランダの総選挙もありますし、その後フランスの大統領選挙もありますので、やはり今年の主要なテーマって政治なんですけれども、そのあたりのお話が中心になってくるのかなというところですね。いろいろなイベントが目白押しですもんね。そうですね。フランスが若干なんかきな臭い感じになってきてますよね。そうですね、そのあたりもそうですね、たっぷりちょっと、いただけるということでお楽しみください。続きましてこの後のプレゼントでもご紹介いたしますが、外為総研の竹中平蔵によります新刊勝負論が発売されます。小泉政権で閣僚を務めた竹中理事がたどり着いた勝負論とは、現在アマゾンなどで予約受付中です。そして最後にキャンペーンのお知らせです。取引数量に応じてキャッシュバックを行う上限なしキャッシュバックキャンペーンなどを実施中です。また白熱の東西対抗戦が繰り広げられている G1 バトルでは、現在取引ロット数ランキングで西軍が有利になっています。西日本にお住まいの方はチャンスです。エントリーはまだまだ受け付けております。詳しくは外為 .com のホームページでご確認ください。そして最後にお待ちかねプレゼントのご案内です。アマゾンギフト券1000円分を毎月抽選で5名様にプレゼントいたしております。そして外為 .com 総研の竹中理事の著書勝負論を抽選で3冊プレゼントさせていただきます。メール件名に2月3日セミナー、キーワード次回は3月3日とお書きいただきまして、お名前郵便番号ご住所キーワード感想等をご記入の上 gtv@gaitame.com までお送りください。アマゾンギフト券書籍どちらを希望するかも書いてくださいね。締め切りは本日24時までとなっております。当選は発送をもって返させていただきます。ぜひご応募ください。それではね、寒い日が続きますので、皆さん、ぜひね温かいお風呂に浸かってお元気にお過ごしいただきたいと思います。田瀬さん本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。良い週末を。